はい、皆さんおはようございます。山口でございます。いつも見ていただき誠にありがとうございます。えー、本日はですね、たった1年で雅楽が、まあ、めっちゃうまくなるね、えー、山口がね、大学卒業した後によくやった練習法というのをご紹介の方をさせていただきたいと思います。はい、その前にね、まあ、山口宗一郎とはどういう人なのかっていうのは多分ね、この YouTube の中で一度も紹介をしたことがなかったもので、少しだけお話の方を、紹介の方をちょっと自分でさせていただきたいと思います。えー、僕自身はですね、雅楽自体は小学4年生から始めさせて いいただいておりますます、あ。その時はあの七力を始めたんですね。七力を始めましてで、その後ですね中学校に入ってからも、まあ、七力を、まあ、そのままあの天理の方で習ってたんですけどね、まあ、それで習った後に、まあ、あの中学校3年生に小2小の方を習わせていただきましたで、えー、まあ、それは週に1回ですねその間小学4年からね中学3年生の間っていうのは週に1回ね、まあ、天理に通って。 えーまあ、画学を習いいいに行かせててたただいておりましたでその後ですね、高校に入って、高校ですね、天理高校っていう、まあ、高校に入らせていただくんです。で、その高校ではですね、一応三塁っていう、まあ、実技のクラスが実は雅学にあったんですね。科学でね、実技の雅、まあ、学コースで、まいうの、まあ、それ以外にも野球とか、ね、吹奏楽、天理ってね、もうすごい、野球とか吹奏楽とかね、もうすごい有名なんですよ。ラグビーとかね、花園出たりとか、甲子園出たりとかね、もう全国大会でもう常連校でね、 ところだったんで、まあそのね、あの部活の特進クラスみたいなのがあったんですね。まあそこにね、雅楽っていうのが昔あったんです。まあ僕がね、あの学生の頃にあったぐらいでもう、ね、今はないみたいなんですけども、それがね、あったんですね。で、それでまあ僕の七力で雅楽で、まあ、専攻で、えー、天理高校に入らせていただいて、3年間ね、まあ、天理大学の雅楽部の、ね、現役部員の方にね、雅楽を教えてもらいながら、 え、まあ、部活動をやって、えー、高校を卒業したという感じになっております。で、その後ですね、天理大学の方に、入らせていただくんですけども、大学では、まあ、ね、七力はもうやらずにね、まあ、流的に転換するですね。まあ、あの、リードを作るとか、ちょっと僕ね、すごい苦手だったもので。 まあその関係でね、もう流的に転校しますと言うて転校して、で,でもね、あの部活がなかなかね、あのまあ、でも自宅でやったんですね、実はあの大阪から通ってて1時間、まあ、電車で大体2時間ぐらいかけて、まあ、あの大学まで行ってたわけなんですが、ね、そうするとやっぱり時間が全然なかったりね、他の子ね、活動とかもあのさせていただいてもあったんでね、もう大学1年生の時点でね、まあ、部活と合わなかったのもあったんですけどね、もう退部させていただいてます。 ももううほととんんど年年間ですかね触れてません、まあ、ちょっと演奏行くとかねそういうことはやってましたけども,もほとんど触れてない状態で、まあ、4年生になってから、まあ、そのねあのやりたいことっていうのはもう大学の時にやりたいことやってたんですよね遊んだりとかねあのそれやった後にですねもうあのやることがなくなってしまってねもうそこでは雅楽もう一回やってみようかなっていうのも。 ね、あ,のありまし顧問の先生とかね、まあ、同級生とかに、ね、相談してで、まあ、大学4年生でまあ雅楽部に復するっていうねすごいね特殊な経歴なんです実は僕って。はい、あの天台雅学,学部 OB とはね言えない、まあ、ちょっと怪しい感じの,の OB です、はいはいはい。怪しい感じのですね でまあそんなね状態でねまあ言えば大学の4年間って僕ほとんど流的吹いてないんですねまあ4年生からねあ吹く武したといえどねもう4年生から吹くしたと時に大体僕カッコ叩いてましたカッコ叩いたり、ね、歌歌ってました歌,歌歌ったりとかねもう演奏会でほとんどね僕流的吹いたことないんですっていうねやってたんですけどまあそんなねまあ僕がね今ねこうやって流的をお持ち感としてね演奏させていただいている中でですねまあ一番僕がね一部どこであの流的うまくなったかなっていうのを、まあ、今日はお話しするんですけども まあそのねえかたタイミングっていうのは僕大体ね三つあったんですね三つねまあそれどこかというとまずね大学卒業した後なんです一番一番最初っていうのはまあ今日はねその話をさせていただくんですけどでその二つ目がね、えー、まああのさ社会人になってね三年目ぐらいにね楽器を変えたんですね楽器を変えた楽器を変えるとねあのすごく あの音が変わりました。もう全然やっぱり楽器だけで全然変わります。もう全然音違うようになりましたね。で3つ目っていうのはもうあのここ天理離れてからの話なんでまたあのこれはまた別でねあの話していくことになるとは思うんですけどもまあ一番でも3つ目の原因っていうのはやっぱり演奏機会増えたからですよね。もうここが一番大きいかなと思います。 はい、っていう感じでね、今日はその一つのね、えーまあ、大学卒業した後にね、まあ、よくやった練習法っていうね、僕ね、実はその1年でめちゃめちゃ実は実力上がってると思うんです。自分の中でもそれ、本当にそれはあの思うぐらいね、この1年っていうのが本当に一番大きかったなっていうのを、えー、思わせていただいております。まあ、その理由をね、えー、今日、で、それをね、4年間実はまあ続けてるやつと好きないやつあるんですけども、今日はね、それをね、少し紹介の方をさせていただきたいと思います。はい、えー、まずね、どれ、何個あるか6つあります。えー、1、朝練をしました。 2、毎日昼休み1時間吹きました。3、音源と練習をしました。4、部学はビデオと練習しました。5、合奏練習があれば大体出席してました。6、教えながら学んでました。この6つ、えー、練習をよくさせていただいたということでね、解説の方をさせていただきたいと思います。まず1ね、えー、朝練をしました。これね、朝練って言ったらね、え、うん、部活終わってんのよ、お前何してるんだよみたいな感じでね、あの思う方もいると思うんですけども、実はね、僕って大学時代でもほとんど流的吹いてなかったんですよね。で、その辺でね、 あので天理大学の,部のね、まあ、当時の顧問の先生の方っていうのは実はそこの家って、まあ、あの朝のね6時か6時半ぐらいですかね6時半ぐらいにね練習してるんですよ朝からお朝から朝練みたいな感じでね練習してるんですよね、えーまあ、先生はまあそういう人一人で一人の時は一人でやって、まあ、誰か来る時は誰かと一緒に練習するっていうのをね毎日やってたみたいなんですけども、まあ、その、ね、朝練に、えー、僕もねその卒業してから、まあ、行かせていただくことになったんですよね、まあ、よくね、まあ、あのやっぱり僕はあの で、その社会人になった理由っていうのはね、天理の方で残った理由っていうのがあって、それはね、雅楽とりあえずしたかったからなんですけ、まあ、なんでお前大学の時やらなかったんだよっていうね、なんか声が飛んできそうなんですけどね、でもその時ね、雅楽ってやつあんましたくなかったんですけどね、もう大学,大学卒業してからね、雅楽、あのすごくやりたいなっていうか、もうこれをね、あの、これを極めていきたいなってうも、もう OB としてね、やってなかった分ね、極めてね、3, 3年か4年ぐらいね、それで極めてやっていきたいなと思ってね、あの、そこで社会人になって、天理で。 積むことになったんですけども、まあ、その時にね、あのまあその顧問の先生がね、やっぱり僕のね、心配をしてくれたんですね、当時ね。はい、もうあの、そんなにうまくならなかったということでね、もうそういうこともね、僕はちょうどあの、学科のね、大学のしゅ学科のののまあそのあその教授でもあったってね、卒業論文とか担当の先生でもあったもので、まあその関係でね、まあ、相談をしてた時にね、まあわしの家に来ればいいじゃないかということでね、まあ朝、 普通に天理で住んでるときに朝ね、まあ、原付走らせてませセせち行って、まあ、それであの練習を朝ねもう毎日毎日、まあ、最初のね何ヶ月ぐらいですかね、まあ、3ヶ月4ヶ月ぐらいやりましたかねまあ本当にもうそれ朝練をねもうほとんど毎日行ってたと思いますそのとき朝練行きました。 でもそうするとね、あの朝練って、まあ、朝ってね、非常にね、音出しづらいんですよ。もう皆さんも多分わかると思いますよね。もう大体、ね、夜とかだったら、夜とか昼とかだったらねある、ある程度音出るんですが、朝ってね、非常に起きたての時って、やっぱり立ち上がり悪いですよね、皆さんね。もうそうすると、やっぱりね、あの音が全然出ない、出ない、全く出ないっていう感じでね、もうそうなる感じなんで、あの全然朝で練習するという音出なかったんですね。もう実際、その時ってはそんなにうまくなかったんで、僕も。もう本当にね、あの朝練、全然ね、もう音が出なくて、これは悩みました、その時は。 でねあのやっていくうちにね、ま、だんだん分かってくるんですけどもその朝練でまあ何をしたかというと、まあ、その先生ン,ンチではまあとで、ね、あの音源と練習しましたっていうのも出てくるんですけどここ,の家ってここの家の練習ってのは基本的にねその天理大学部の、ね、CD っていうのが、ね、出てるんですねどういう天理教導う者ってところでね、まあ、その導有者ってところの売ってるその CD をね一周復っていうのを練習してたんですね毎日毎日6時半からまあ朝の7時15分ぐらいじゃないまあ7時10分か15分ぐらいあればまあ大体終わるんですけども。 まあそうするとねある程度なんかその吹いていくとねあの、まあ、先生方もね先生とかも来ててまあ流的のねあのすごい恩師の,の方もおられるんですけどそんなねあの流的の OB、ね、の,の方も来られてあよく一緒に練習させていただいた時にもその先生,先生あのそのね OB の方からよくね「あのここがこうだよここがこうだよ」っていうのを言っていただいたのもあってで、ね。 まあそれをどんどんね実践していくことにねあのどんどん良くなっていったと、まあ、上達していったともうほん、ね、あに先生が上達しすぎてね あのその大学のね、我学部の OB の、ミーティング、OB じゃない、大変電大学のね、あのミーティングね、学生のミーティングとかでね、先生行った時にね、その話してたみたいなんですよ。山口、すごく良くなっためちゃめちゃ良くなった良くなってるぞ、お前らどうだみたいな感じでね、なんか言ってたみたいで、ね、その時の学生、ちょっとかわいそうだなと思いながらね、聞いてましたけどね。はい。まあ、それでねあの、ありもないことも言ったりもされたわけですがあの春能伝、ね、殺到って曲ありますよね、まあ、それね、結構練習とかで吹いたりしてるね、まあ,あのなん、なんて言ったかあんまり僕も覚えてないですけど、ね、なんか春能伝、ね、殺到をね、山口さんはアンプしてるというね、 あのそれのなんかよくわからないこと言われたわけですけど多分,多分その時アンプしてなかったんですけどもまあ今はアンプしてますよ今はアンプしてますけどしてなくてねええー、そんなそんなこと言われてんのにちょっとちょっとな,なんとか頑張ら,らなあかんなみたいな感じでね、まあ、そうしたら朝練をねずっとやっていくにやっぱり1年間って本当にすごい上達したなっていうのが一番ここにあるかなと思わせていただいて今日まあこれを挙げさせていただきましたでまず2つ目、えー、2つ目がですね毎日、まあ、昼休みに1時間吹きました 昼休みですね。まあ会社とととかかやってると1時間ぐらい、ね、休みとかあ,りますよ、ね、あのまあ僕法人勤務だったんですねその時法人で勤務させてもらってたんですけどもまあそこってね11時40分からまあ就職行ってまあ11時まあ12時からまあ,あの昼休みみたいな感じなんですけどもね非常にね僕の部署ってねあの食べるのみんな早かったんですよめちゃめちゃ。 食べるのめちゃめちちゃゃ早いだからね40分に降りたらねもう45分とか50分にはもう上に上がってるんですよあの自分のねあのオフィスのところにね上がってるんですよええー、みたいなめちゃめちゃ早いよ食べるの早すぎやろみたいな感じでねあのみんなで食べてねもう終わったら休憩みたいな感じでねやっていくわけですそしたらでもやっぱり1時間って非常に長いわけですよねもう1時間寝とくからねなんかネットいじったりとかねあの何,何かするのゲームとかするとかなんか僕はねすごいその時ねあのこの時間何に使えるかなもったいないなと思いながらねあの1日過ごさせてもらってた時にまあこれ。 昼休み1時間あるだと1時間吹いたらいいじゃんって思ってね。で、近くにな、ね、あのまあ、その練習場みたいなところが、あのまあ天、天に住んでたんでね、あの練習場みたいなところがあったんで、まあそこをね、まあ昼休みで、ね、自転車で行き来、まあ原付きの時は原付きで行き来してたから、まあ、大体ねあ、あの5分ぐらいで着くところなんですよね。で、そこでね、1時間吹いたわけですよ。1時間ずーっとね。で、その時もあのさっき後で大体たの音源ですね、まあ CD とかと一緒に。 もうずーっとその1時間の間練習する。で、この1時間がね、もう非常にいいんです。なん,なんでかというと、やっぱり帰ってね、4時、まあ5時,5時かな、5時から6時ぐらいに、まあ、わって勤務をね、終わって、まあ練習するってなったらね、まあ、ある程度時間って余るじゃないですかね。その後って6時からね、やっても大体2時間、3時間ぐらいあっても。 ななかなかその練習時間っていうのがやっぱりその3時間あったらまあもうちょっとこうやってあのこれちょっとまだらだらしても大丈夫かなみたいな感じで思ったりするんですけどその1時間でもう1時間で終わっちゃいますからもう頑張らない頑張っても多分ね3曲ぐらいしか吹けないんですよでその3曲ね吹くためにねもう毎日ご飯早く食べてで上上がってもうすぐ,あ、ま、すぐねチャリでねそこに行ってで CD で1時間ぐらいまあ1時間もかかってないですけどまあ大体30分40分ぐらいですけどねそれでも、ね、あの、3曲4曲ぐらい。 まあ練習して、まあ、終わってからもそのまま勤務に戻るという感じのことをね、えー、ずーっとこの、えー、実は1年間っていうのは大学卒業して1年間っていうのはやってました実はまあこれに関しては昼休み1時間吹いたに関しては僕実はもう4年間ずっとやってたんですけどねそのこの,あの法人勤務させていただいてる時はもう 4, 4年間で、ね、昼休みになった瞬間僕いなくなるんですよ事務所から事務所からいなくなってで、あのー、そこで練習をずーっとね1時間まあすずるというのを毎日に毎日に続けさせていただいておりましたまあそしたらねやっぱり1年間でだいぶと 上達ししたたたのののかないいうのをこの時に一番、ね、あの感じさせていただきました本当にね、これあの、すごい1時間練習するだけで全然違うなっていう、毎日で、休みの日とかはね、あの全然別のとこで、別の時間でやってたんですけども、大体この勤務がある日、このとこの勤務で、ね、大体収録あったんでね、収録も、だからもう週に6回ね、練習をね。 もちろんあの食堂のなんか当番とかねいろいろあったんであのややこしいものもね日直とかねそういうのあった時はねもうそっちの事務所の方にいてねやらなかったりとかしたんですけども大体はもうねこの時間に練習をするようにっていうのを心がけてねもう大体練習の方。 させていただいておりました。はい、という感じでね。これがまあ2つ目ですね。で3つ目がですね。まあ、音源と練習をしました。これはもうあの昼休み。も昼の練習も朝練とあの共通なんですけどもだいたいね。還元の音源、先ほど挙げた。その天理大学学部のね。cd っていうのがねまあ。同業者に出てるわけなんですね。まあ、その cd をね。まああの。 帯だっったももあってねやっぱり持って,あの持てたんでよね。持って、まあもらっ、ちょっと借りてね、それを、まあ、あの CD にしたりとかして、まあ、それをあので使って、まあ、練習をずーっとやってたわけです。もう延々とね、させていただいてました。もうそれ,それがね、一番大きいのかな,でなんで音源がいいかっていうとね、やっぱり流れ分かるんです。全体的なね。だって温度から始まって、で、付けのところで付けてですね。そ,そしたら、まあ、打ち物も入ってるし、弦も入ってる。もうそれと一緒に練習をしていくだけでね、ある程度そのね、曲の、 あののの作りってていいうのがねね全部ねあの頭の中でインプットされていくんでだから僕ね基本ねなんかここで弦入るとかねここで美容入るってねなんか頭の中覚えてるんですよ、まあ、どうだからねあのすごいイメージと違うねことになったらね結構あ,のあそこなんかそうもっとここしゃもんいいんじゃないとかねなんか言っちゃう感じになっちゃうんですよねだから小とか七力も実はもう小七、まあ、力はねもうその後、まあ卒業してからね吹くこともあったんでねまあ中で大体わかるんであれなんですけども、まあ、でも弦とかねもうそっちの方ってあんまり実は管轄外だったんですけどももう その,かその、ね、CD をずっと聴いてるおかげで、ね、か早鉢の,、ね、の千秋楽とかあの辺の、ね、なんか特殊なところで出てくるところでなかったので、ね、あれそこそ総飛喰剣みたいな感じでねなんか思ったりもするぐらいねもう頭の中に全部入ってくるんですねその音源の、ね、イメージっていうのがねもう曲でここにこれが入るっていうのが、ね、分かるんでもうこれはねすごいおすすめですね音源と練習をするっていうのは本当に大きなものかなと思わせていただきます。はいという感じで、ね、次がですね まあ 4, えー、4つ目ですね。これは部学もですね。部学の方もあれ、これはね、ビデオと練習の方をよくしました。ビデオですね。で、まあ、あの、天台の、まあ、部室にもね、結構いろんなビデオあるんですね。昔の、えー、歴代のね、ビデオとか、宮内庁の先生のビデオとかね、そういうものが、まあ、あったんで、まあ、それをね、そこで部室行ってね、まあ、そこのビデオを見てね、いつも練習とかもしてました。まあ、僕、大体ね、あの部、部学で練習してた曲っていうのは、まあ、だ漫才楽とかね、太平楽とか、まあ、あと、何ですかね、なそりであったりね、あと何やったかな。 まあそんな感じですかねまあそれ,それぐらいの曲とはまあ演技楽とかもやりましたねその辺の練習とかをずーっとこのビデオとねにらめっこしながらやっておりましたまあ例えば演奏会とかの曲目になるとその時まあソシーマリーかなんかやったんかなソシーマリーの時はまあ、まあ、ソシーマリーはね学生の時やってたんでそんな見なかったですけどもまあそれ以外のなんかあの漫才楽とかねあの辺の曲とかね まあ,それまあそれが何ですかねやったことない曲とかも結構出てきてもここでねあの結構ビデオを見て練習の方しておりました。今だったらね結構 YouTube とかで上がってますからねの白学会さんとかねいろんな団体の方が YouTube 出してるんでもう本当にねそれで練習ができるようになったんですけども前ってねそんな YouTube って発達してなかったんでで、その時はもうあの大学の部室行ったりとかねまあ恩恵まあその。 あのぶまあ練習場とかにも一応ビデオちょっとだけあったんでねそれ見ながらちょっと練習したりとかねいろいろ工夫しながらね、まあ、大体は部落はビデオと練習するのがいいのかなと思うのでやっぱり巻い手が。 わかかるようになったりとかね、まあ、どこでマイニングがこう動くとかね、まあ、かうちもどこで入るとかね、で、衝ョええ浮遊がどう動くかとかね、そういうのもね、ちょっと勉強しながらやっていくのも、一つあの方法としてはいいのかなと思わせていただきますね。で、次がですね、動か5個目、これ合奏練があれば大体出席しましたって言ってもね、実は、天理関係、天理でずーっと僕住んでで、ね、天理の,あの天理教、音楽研究学部ってところで、ね、あのずーっと学校させていただいたので、ここって実は練習会ほとんどないんです。全くないんですね。僕が入った時、 入る前とかだったら多分金曜にねなんか毎週練習してたみたいなので僕ちょうどねあの卒業してねあのそこに所属した時はもうね練習会なんてもうなかったんですよねほとんど全くなかったんですだからねいつやってるって言うの年に1回ね定期演奏会っていうのをさせていただくんですけどもその定期演奏会の前になったらもうゾロゾロゾロってね練習がなん,か、ね、なんかいつもねあの週に0回の練習なのにねなんか週3回とかねもう演奏会前とか週5回とか6回ぐらい練習するんですかねもうその練習がねもうそんななんか練習がすごいねなんか つきがあるんですよやる時とやらない時のやらない時も全然やらないのにやる時やるっていうね感じの。 ああのところなんでまあ、そのね演奏会前だとみんな集まって練習をするっていうのにまあ僕大体出席させていただいてましたやっぱりねそういう時に合奏しないとやっぱりあの全然あの実力つかないっていうのが分かってたんでもうその演奏会終わってから演奏会の前にあの,の練習っていうのは大体もう出席するようにさせてもらってだから合奏練って結構重要ですやっぱり合奏練ってやっぱりその音源聞いててもやっぱりある程度流れっていうのは分かるんですけどもやっぱり生の音っていうのは全然また別,別格だったりするもんなんで本当にこの生の音と練習するっていうのは一つあの方法としていいと思う 例えば合奏練ねどっかだあの近くであるんだったらね全然その合奏練に参加していくってのも一つ本当にねうまくなる方法だと僕は思いますはいそんな感じですかねでまあ6つ目最後なんですよこれねあの遠慮しそうなんですよね教えながら学んでました教えながら学んでましたはいあの僕ねあの先ほども言ったけど一応大学で OB なんですけどあの実は大学の時1年しかやってないわけなんですよそうするとねあのやったことない曲っていうのも結構あったりしたんですその中ででもその中でね一応 OB だからねなんかそういう あれですああれですコ講師とかも来るわけなんですよねあの、行かないといけないっていうかね、あのそうやって当て,当てられてねあ、行くんでねで、そしたらね、あの大体中級・上級のコースってね、あの全然やったこ、や大敷町とか番式場とかねあ、そんなやらないだろうって、調子のね、曲のね、課題曲とかたまにあったりするんですよ。でもうそうなるとね、あのやったことないからね、分かんないわけですよ。そででねねねや,やりながら、ね、あのの結構、ね、そこの まあ生徒さん、あの生徒さんっていうかね、あの,えあの大体学びに来てる人だって、もうずーっとね、あのやってる人多いんです実際ね、僕もそこ習ってたんですよね、昔中、小学校、中学校の時、ひりきの時でね。で、その時にね、小学、中学校の時に習ってた人、まだいるんですよ、そこに。いたんですよ。おおって思いながら、なんか見たことある人みたいな感じ、ね、思ってね、やってた、いたんですよね。 だからね僕より全然流的やってるじゃねえかこの人」って思いながらね <laughs> なんかもう本当にそんなジョキトラがの前でねあの講師やってたっていう感じでねそ,その時と当時なんか行ったら18人ぐらいでさそこの講習って18人に、ね、18人教えれるかって思いながらね <laughs> あのさせていただいたわけなんですけども、まあ、そうやってねあの、まあ、いろんな人がいたんで、まあ、た,たまにね質問してみるここって、まあ、どう吹いてますかとかどう歌ってますかっていうのをね、まあ、聞きながらね じゃあ、まあ、今回こうやって歌いましょうねっていう感じで試行錯誤しながらね教えていきながらやったりとかねで実際やっぱりね雅楽ってあのどこの団体も多いと思うんですけども大体もう最初の方って習うしかやらないんですよねもうインプットインプットインプットって感じでやっていくしかやないと思うんですよこれ実はねでもあ,のよあんまり良くなくてって良くなくてっていうか絶対ねどっかでなあのアウトプットをする方がねあの上達するっていうのはね僕はあのそこで習って本当に思いました習ってて教えてて。 思いました実際やっぱりやってない曲もあるわけでや,やったことない曲もあるわけでその中でまあ生徒さんにまあ教えていく上で。 アウトプットをしていくからこそやっぱり学べることっていうのがあったりも結構多いんですよねそういうことがまあ多かったりもします実際やっぱり今僕もねあの教えてる生徒さんとかねやっぱり高校生とかやっぱりね教えてても思うのは教えて教えたからねその言葉に出すから自分のものになっていくんだなっていうのをね本当に実感させてもらってますだからその時にね気づいたりすることも結構ありますねその教えてる時にねあのこうああこ,これこう,こうですよみたいな感じで言いながらあ こういういい発見あるんだと思いながらねあの教えたりすることもあるんで、まあ、そういう意味ではね本当に教えながら学ぶっていうのはこれからの時代本当に一番いいのかなと思いますね。ということでねうちもねあの天理和田学会とかいろんな会僕はあの させてていいただいてますけど、こういうねなんか教え合い子みたいな感じのこともねもしかしたらあのすごい上達につながるのではないかなと思ってね今日はね教えながら学んでましたっていうのもの一応で紹介の方させていただいておりますはい実際にね僕はあのそのまあそのね天理に住んでる間にねまあ、講師とか呼ばれた時に、ね、全くやったことないけど、くるんですよこれ講師でまあ、それ何か8000とかねマジマジかよみたいな8000なんやってやったことないよみたいな 東天楽とかね、マジかやったことないよみたいな感じの曲がね、なん急にこうあの課題曲として出される,るわけです、それこうしたらねもうすごい勉強するんですよ。よ勉強します。もうねビデオを見たりとかね、あの聴かまあ聞いたりとかね、もう一体どう歌ってるかでもう久内直先生ね講習に来た時、1年に一回来る来る時あったんですけど、その時にもう聞き聞きましたね。こあのこの曲ちょっとやってほしいんですけどみたいな感じもね言って、まあそういう感じでやっていくと本当にあの。 ある程度ね、あの、学びの一つがあるのかね。だから、教えながら学ぶっていうのも、本当にこれからは、えー、皆さんもやっていくのも必要なのかなと思わせていただいております。はい、っていう感じでね、今日はね、まあ、僕がね、1年間で、まあが、ねうま、ちょっとうまくなったっていう、うまくなったっていうまでやってた練習法っていうのを、えー、教えさせていただきました。まあ、1つ目ね、朝練をしました。2つ目、毎日、昼休み1時間吹きました。3つ目、音源と練習をしました。4つ目、部学はビデオと練習しました。 5つ目、合奏練があれば大体出席してました。6つ目、教えながら学んでました。というね、この6つの項目でね、一応ね、あの、紹介をさせていただきます。実際、これ本当にやったらね、めちゃめちゃうまくなると思います。1年間で。普通にね、1週間に1回とか、服とかね、あの、そんな程度じゃなくてね、これやるだけでも全然うまくなると思います。僕も,もうこれやってあの、うまくなった人間だと、まあ、うまくなってるかどうかは僕では僕もね、判断できないんですけども。 まあ、ある程度は吹けるかなとは思わせていただきますので本当にこの、ねえー、練習法、まあ、あのそんなに、ね、難しいことではないですよ簡単にや,るやれますああのやろうと思えばみんなできることかなと思わせていただきますあとはとね毎日続ける習慣が、ね、あるかないかの問題だと思いますので、えー、今日は、ね、こ,うこういう、ね、練習をして僕は、まあ、あのこうやって今も演奏と映像家としてさせていただいてますということを伝えさせていただきましたはいという感じでね、えー、今日はねちょっと、まあ、20分がちょっと長くなりましたねだいぶと喋ってしまいましたけども、ね、これからもね山口ソ一郎のガーガークチャンネル こうやってね、えー、毎日毎日更新の方をさせていただいてますた,たまにね何か用事あったらねあのー 更新でできないんですけどもこのようにさせてていいただいておりますのでどうぞね、皆さんにチャンネル登録、ポチッと押していただいてください。もう今日話したことって結構有益なことだと思いますね。だいぶと、あのこれからやっていく上で、あのうまくもう上達をしたいんだっていう人からすればね、すごい有益な情報だと思いますので、えー、これからもどんどんそういうね、あの一つ、動画をね、あの感じたというか、どうやったら上手くなったのかなね、そういう話もね、えー、少しずつ入れていきたいと思いますので、どうぞね、チャンネル登録していただいて、まあ、レクチャー無料でこうやって聞けますので、えー、どうぞどうぞ、いやこれからも今後とも山口総次郎科学チャンネルをよろしくお願いします。ということで、本日はね、本日は これで終わらせていただきます。ありがとうございました。